沖縄県立未来工科高等学校機械システム科3年の上津光輝です。全国選抜高校生溶接技術協議会で最優秀賞を取りました。イエイ。県大会で優勝したという実績があって、主催者から誘われることになりました。私でいいのかというそんな気持ちがありました。本番のことを想定してどういったトラブルがあったのかといったことも考えながらやりました。とても緊張しました。大会ですので重い感じがしたんですけど、自分なりにいい作品ができました。第3ガスアーク部門ですと15名ですね。6位から順番に発表されていきました。もう自分が賞を取ることはないんだろうなっても感じてました。信じられなかったですね。これは現実なのか疑いましたけど、本当に嬉しい限りですね。中学生の頃にテレビの映像を見て溶接に興味を持ったことがきっかけです。溶接は作品として目で見えるもの自体が残るので、過去の自分と比べて成長が実感できるところが素晴らしいところです。就職が愛知ですので、もう沖縄でできることを悔いなく遊んで思い出残していきたいですね。実際にそういった職業についてお客様に商品を届けていきたいと考えています。溶接は楽しいですなのでぜひ皆さん機械工作部の溶接さんに来てください。この代わりに私服悪夢で全国を取ってくれ、頼む、お願い、いけると信じています。